どうもどうもお疲れ様です。120分以上の映画が苦手なエステちゃんです。今日はですね、トレンド映画ダバナシということで、ナポレオンについてダバナシしていきたいと思います。あらすじが、1789年、自由平等を求めた市民によって始まったフランス革命。マリー・アントワネットは斬首刑に処され、国内の混乱が続く中、天才的な軍事戦略で諸外国から国を守り、皇帝にまで上り詰めた英雄ナポレオン。最愛の妻ジョゼフィーヌとの奇妙な愛憎関係の中で、フランスの最高権力を手に、何十万人の命を奪う幾多の戦争を次々と仕掛けていく。冷酷非道かつ怪物的カリスマ性を持ってヨーロッパ大陸を勢力下に収めていくが、フランスを守るための戦いがいつしか侵略、そして征服へと向かっていくということで、これがですね、リドリー・スコット監督ということで、リドリー・スコット監督というと、やっぱり私はもう悪の法則がもう大好きで、フィルマークスの評価です 3.2 と低めなんですが、もうブルーレイ買うぐらい、何回も見るぐらい好きなんですが、そのリドリー・スコット監督の最新作ということで、158分だよね、もう2時間半超えの長めなんですが、見てきました。で、ですね、あとこのジョゼフィーヌ役のバネッサ・カービーさんという方が、私というパズルっていうネットフリックス の配信映画に出てるんですが、この方のですね、私というパズルの中での演技が本当に好きで、自宅出産も希望してて、その自然な形のね、無痛分娩とかじゃなくて、もうナチュラルに、自宅出産したいっていうことで、すごいこう準備とかね、期待を込めて、出産してたら、その子が原因不明で、なんかこう生まれたけど泣かなかったのかな。それでもうほぼ死産というか、そういった形でなってしまって、でそれがすごいショックで、で夫婦関係もうまくいかないしみたいな、そういう、ちょっと難しい役というか、これで実際そういう目に合ってないとなかなか難しい役だと思うんですけど、なんか見事にこの抑制された。あんまりヒステリーに怒ったりもあんまりないというか、もちろん夫婦喧嘩もしあるんですけど、あんまそんなギャーギャー騒がず、こう静かにこうショックを受けて、それがこう自分を蝕んでいくというか、なんかその、精神的にこうやられていくけど、最後回復していくっていうようなの、とてもいい映画でしたけれども、その方が出てるっていうのもあって見てみたんですが、ホアキン・フェニックスですしね、ナポレオン役が。で、ナポレオンって皆さんね、知ってるじゃないですか。ね、すごい戦い、馬にね、カーってこう、前足上げた馬に乗ってるナポレオン像、超有名ですけど、でも実際こう映画でね、見てみると、戦いの数がめちゃくちゃ多いんで、その中でもこう抜粋してやっても158分でしたけど、でも虚しいなって思いましたね。なんか戦ってフランスの、このね、最後のあらすじのにもありますけど、フランスの守るための戦いはいつしか侵略、そして征服へと向かっていく。もうこの一文にもう全て込められてるというか、ね、フランスのために戦ってるうちは良かったけど、その王、ね、皇帝になりますけど、途中で。それがもう気持ち良くなっちゃってね、それを守りたいがために、皇帝でいたいがための戦いになってしまってからは、もう本当に、むごいというかね、なんか虚しかったですね。で結局ね、自分が皇帝でいるために跡継ぎができないジョゼフィーヌとは別れて、
まあ、政略結婚というのもありますけどね、そのなんかオーストリアの人と皇帝の関係の、ね、若い子と結婚するらしいですけど、結局映画の中では最後までジョゼフィーヌジョセフィーヌって言いながらこう亡くなっていったので、だったら別れなきゃいいのになとかね思いましたけど、なんかだからそういうすごいわーってめちゃくちゃ華やかですごい豪華なね、宮殿にいたりとか大軍を率いてわーってね戦ってましたけど、なんかやっぱ晩年は良くなかったですからね、虚しいなって思っちゃいましたね。なんか、はい、すごく虚しさの残る映画でしたけど、まあだからそれがを感じさせたっていうのは監督的には成功なんでしょうけどね。はい、あとこの、予告の中でも最初に出てくる戦いのワン、あの戦い予告見ていただくと戦いのシーンから始まるんですけど、それがその「あ湖だ」って言ってこう敵の側がねびっくりして、あのこうそこを不意打ちするというか、あるんですけれども、それのアウステルリッツか、アウステルリッツ、多分そのリドリー・スコットはあのアウステルリッツの戦いが描きたくてナポレオンやったのかな、ナポレオン題材にして映画作ったのかなっていうぐらい見事でしたね。はい、あのオーストリア軍とロシア軍が組んでそれと戦うんですけど、その向かってきたところで、その砲撃を仕掛けて、それで、まあ、凍った湖はどんどんこう割れて、その向こうの兵がわーって落ちていくんですけど、その湖の中から撮ってるそのシーンがね、大砲も落ちてくる、でちょっと血に染まった人も落ちてくるみたいな、その映画めちゃくちゃ綺麗でしたね。これやりたかったんだろうなって思いましたし、予告見てそのシーンが見たいと思っていったんで、全体的になんか虚しい話だなと思ったんですが、そのシーンが見れてよかった、アウステルリッツ。でもなんかねググったら実際はそんなになんか映画だとねすごいボカボカ人が溺れてて圧巻な映像だったんですけど、そんなにではなかったっぽいみたいなのが書いてありましたね。実際その湖でその湖凍った湖を生かして溺れたとかいう人は少なかったみたいですけど、素晴らしかったです、その映像は。はい、っていう感じでしたかね。うん、まあ、あとそのナポレオンってなんで今ナポレオンなんだろうっていう感じもあるんで、多分そのねホアキン・フェニックスぐらい絵力のある人じゃないと、とか演技力とかある人じゃないと158分持たなかったのかもなっていう、それぐらいなんかみんなが知っててみんなが結末を知ってるじゃないですか。だからいや難しい役なんだろうなとは思いましたね。はい、ということでちょっともうアウステルリッツの戦いがめちゃめちゃ良かったし、俳優さんたち本当大変だったと思います。寒い中あれ潜って、いやという感じでしたかね。ということでまた何かあったらあげたいと思います。終わりです。